五の連中を倒した後、しばらく気楽な毎日が続いてくれたんだけどね。北で起こった蜀とかいう連中が大軍連れて攻めてきたよ。さすがに今度の戦いは一筋縄ではいかないだろうね。でも私らには最強の大王、私の旦那がついているからね。南中の大王孟獲、本当私の自慢の旦那だよ。二人でこの大地いつまでも、そうさ、ずっと守っていくよ。今度の戦、今までとは勝手が違うだろうな。蜀の連中は厄介だ。わしらの弱点を見抜いて罠を仕掛けてくるかもしれねえ。わしは正面から来る敵を何とか押し返す。母ちゃんは遊撃して敵を混乱させてくれ。危なくなっている味方の援護も頼んだぜ。わしらの大地を荒らそうとする奴は大王孟獲様が許しちゃおかねえ。この大地に根付く者は全部わしが守る。よそ者は残らず食らい尽くしてくれるわ。さて、私らは後ろを引っかき回すよ。強い相手にとって不足なしじゃ。守ればよい。耐えるのじゃ。燃え尽きちまいな。これが最後の戦になろうと。敵将討ち取ったよ。なんだあいつら、引いていくぞ。ここで一気に押し返せ。やるよ。戦に突入。
私は関係ないぞ。死ねるとは、わしは、かほうものよ。敵将、討ち取ってよ。あんなもんが、すげえ爆発しやがった。無敵の投降兵が次々と、なぜだ。我らの攻めの構え、させません。また来たか。帰り道にしてやる。心強い味方を連れてきたぞ。我が猛獣部隊の力、思い知るがいい。よっしゃ、わしらも攻めるぞ。トラ戦車の威力、とくとご覧あれ。バンダリア、火を吹いたぞ。仕掛けを操っている奴らがいるはずだ。見つけて叩き潰せ。いざ、仕上げと参りましょうぞ。急げ、敵の花を明かしてやる。ここまでか。敵将、討ち取ったよ。我らの攻めの構え、崩させません。Yeah!
敵援軍こちらに向かっています。敵が出てくる前に拠点を塞いじまえ。いざ仕上げと参りましょうぞ。者ども存分に攻め立て。敵の花を明かしてやる。よし、これでもう敵の援軍は来れねえぞ。勝てそうですぜ。仕上げと参りましょうぞ。ここは通さんよ。敵は崩れかかっておりますぞ。ちえ、やられちまったぜ。我らが力を貸そう。私の血、生半可の部には屈しません。体勢を保ちます。敵は崩れかかっておりますぞ。お見事。
私も本気で参りましょう。あんたみたいな痩せギス敵じゃないね。どきな。私の体型は今だ。敵将討ち取ったよ。あんた私らの勝ちだよ。オーヨ、これで大地も生き返る。メラと母ちゃんがいればわしはいつだって最強の大王だ。諸君のやつらめ、思い知ったか。わしらを屈服させるなんてできっこねえ。みんなも本当によく頑張ってくれたな。ありがとうよ。黄金もゴーも諸君も、この血を争うってやつは全部叩き潰してやった。この大王猛角様がいる限り、なんちゅうはわしらの大地よ。新しい護衛武将が仕官してきたようじゃな。この護衛武将はその際二国に及び幼年神童と称された人物のようじゃな。時は紀元二世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。宿友南中の人、古代の伝承にある火の神宿友氏の末裔と称する。祈祷は百発百中の腕を持ち、猛獣を巧みに操る勇ましい女傑だった。南中で一部族を率いる猛角の妻となった宿友は、夫を南中の王にするため奮闘する。南中平定に乗り出した猛角に従って出陣すると、猛角と連携して次々と諸部族を屈服させた。猛角は名実ともに南中王となったが、戦いは続く。黄巾族や孫悟の軍勢など北方からの侵略を受けるたび、宿友は猛角に従って敵を蹴散らし、南中の地を守り抜いた。北方との戦いを経るごとに南中所属の結束は強まり、それを束ねる猛角は大王と呼ばれるようになる。そこへ最大の敵、諸葛亮率いる蜀漢の軍勢が南中に侵攻してきた。猛角は正面からぶつかって敵の進軍を防ぎ、宿友は地の利を生かした奇襲戦で敵の後方を撹乱する。南中の地を愛する二人の当主はついに諸葛亮の知略をも退けた。中国大陸では未だ戦乱の世が続いていたが、宿友と猛角にとっては遠一の出来事でしかない。火の神宿友は誇り高き大王を支え、
いつまでも南中の地を守り続けた。この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今でもその輝きの軌跡を残している。この大地、よそ者なんかに渡せねえ。母ちゃんとわしの大事な我が家だからな。戦も刺激的でいいけど、やっぱりこれが一番さね。